最悪の場合はね、意識の喪失や昏睡状態なんていうのにもね、陥ることもあるので、まあ相撲部屋みたいにね、常に周りに誰かがね、いるような状況ではないと、まあ非常にリスキーな、まあ、薬剤ということがわかります。YouTube チャンネルをご覧の皆様、ごきげんよう、プロフェッサー T です。今回はね、視聴者の方々から、相撲とステロイドについて、まあ解説してください、なんていうね、コメントが多かったので、ボディービルダーではなく、まあ力士のね、ステロイドの使用について、僕なりのね、考察を話していこうかと思います。相撲はね、実際僕、すごい好きで、まあ2019年、まあコロナ、前はね、よくね、まあ、両国国技館の方に、毎回ね、場所が開催されるときは、必ず末席でね、見てたんですが、相撲っていうのはね、あれはね、はっきり言ってテレビでは伝わらない凄さがあります。まあ、プロレスとかもそうですが、あのね、もう力士と力士がぶつかるときのね、音、特にね、まあ、頭と頭がぶつかるときの音なんていうのは、もうすごい迫力があるので、ね、ぜひね、相撲に興味ある方はね、ちゃんとリアルでね、その場所でね、見てもらうと、すごく相撲はね、楽しいかと思います。それにね、近年ね、ですね、サンクチュアリというね、相撲のね、映画というのですか、ドラマですか、がね、やって、すごい話題になりましたが、あのね、サンクチュアリを見て、まあ、相撲好きになったっていうね、男の人や女性の方、すごく多いと思います。今回は、そういう意味も込めて、ちょっとね、この動画を撮っていきたいと思います。まず、歴史を振り返ると、60年代以降から、力士の体型がね、はっきりと大型していることがわかります。平均体重も70年代ぐらいから130キロぐらい。ね、つい数年前はね、もう170キロぐらいとね、とても増加して大型化しているのがわかります。この大型化の背景には、もちろんですよ、効果的なね、食事摂取と、まあ厳しいトレーニングもありますが、もちろんそれ以外の科学的な手段として、まあね、薬剤、まあ薬の使用によって大きくするということも十分考えられるわけです。体を強く、そして大きくするために、あれだけのね、トレーニングと食事をしているわけですから、まあ薬の力を借りて促進できるのであれば、当然ね、使っていると考えられるのが自然かと思います。実際に日本相撲協会はドーピング禁煙書を、まあ、歌っていますが、まあ、噂ですよ。あくまでも噂ですが、まあね、ドーピング検査はね、していないんじゃないかというね、噂も耳にするので、まあ、どっかのね、ボディービル団体と、まあ、同じような構造なのじゃないかなというふうに僕は思います。僕も今回の動画を撮るにあたって、結構ね、いろいろと相撲やね、力士のステロイドに関して、まあ、噂されている相撲部屋の方のね、動画や文章などを、まあ、拝見しまして、報告されている副作用なんかから、まあ結構ねはっきりとしてきたのが、まあ近年のね力士たちの一部はにはね、おそらくアナボリックステロイドをね使用している選手がいるんじゃないかなとね、思います。その中で結構ねインスリンや成長ホルモンのね使用が蔓延しているんじゃないかなっていう感じがしました。ステロイドの副作用みたいな感じで、白血病とかがん、低血糖なんかが報告されていたんですけど、動画の中でですね、これはね、ステロイドの副作用とは考えられません。少しね、ステロイドに関して勉強している方や詳しい人ならわかると思いますが、インスリンというね、膵臓から分泌されるホルモンで、主にね、体内の血糖値を調整する役割になります。じゃあ、ボディービルダーとかは、インスリンをなぜ使うのかというと、インスリンは、まあね、筋肉の栄養素を、まあ、貯蓄をね、促進するという効果があるからなんですね。よく、筋トレの後に、まあ、炭水化物をね、摂取しろというのは、まあ、グリコーゲンの回復をさせるのと、まあ、筋肉のね、栄養を送るためなんですね。その、まあ、威力を非常に高めたものが、まあ、注射型のインスリンになります。特に短期間作用型のインスリンはトレーニング直後のね、筋肉へのね、栄養吸収を高めるために、まあ、凄まじいね、効果を発揮します。実際に力士の食事の内容的にも、まあ、糖質の摂取がね、非常に多いと思うので、力士のね、まあ、多くが、まあ、糖尿病だったりというのは噂で聞いたことがありますけど、体の強化のためにね、使用されていても、まあ、おかしくはないんですよね。もし力士が
インスリンをね、使っているとすれば、おそらくこの短期間作用型のインスリンを、まあ使用していると考えられます。例えば、稽古の後に食事とともにね、まあ5から10 IU の、まあインスリンをね、摂取することで、摂取した炭水化物やタンパク質をね、迅速に筋肉にね、送り込まれて、次の稽古までのね、リカバリーに使われるというわけなんですね。ただですよ、この使用方法は非常に難しく、インスリンのね、量をちょっとでも誤ると、まあ、低血糖症を引き起こすなどというね、非常にね、まあ、ハイリスク、ハイリターンな、まあ、危険性があります。ちなみに、低血糖症の症状としては、頭痛、まあ、震え、まあね、倦怠感、もう、ダメだっていうね、倦怠感とかね、集中力の低下、最悪の場合はね、意識の喪失や、まあ、昏睡状態なんていうのにもね、陥ることもあるので、まあ、相撲部屋みたいにね、常に周りに誰かがね、いるような状況ではないと、まあ、非常にリスキーな、まあ、薬剤ということがわかります。あとはね、癌の、まあ、促進なんかはどちらかというと、まあ、成長ホルモンでね副作用なので、もしかしたら一部の資金のね余裕のある相撲部屋では成長ホルモンがね使われているということもね考察できます。アナボリックステロイドに関しては使っていたとしても、ボディービルダーのようなね脂肪を削る必要性や、まあ、水分をね排除する必要性がないので、おそらくですよ、ロングエステルの、まあ、サスタロン系をね、主に使っているんじゃないかなと思います。デカやトレンボロンのような、まあ、自己ホルモンをね、抑制するような、まあ、長期的に見た、ね、時はね、相性がね、あまり良くないなぁと僕は考えています。この点、ステロイドといっても、まあ、TRT のようなね、程度だと思いますけど、もちろんハードなトレーニングや食事あってこそですからね。今回の質問は、力士はね、ナチュラルですか？ユーザーですか？ということだったんですけど、まあ彼らはね、日々ね、まあドラマをね、見た方だったら、ネットフリックスのね、ドラマ、サンクチュアリを見た方だったら、まああんな感じ、まあ想像してもらえればいいんですがね、想像をね、絶するほどのハードなトレーニングで体をね、とても酷使しています。プロレスラーと一緒です。ですから、目的としてね、体の回復やリカバリーのために使っていると考える方が、もしかしたら正しいのかもしれません。という感じでね、今回、まあ相撲ね、に関してのね、力士に関しての考察を、まあコメントが多かったのでしてみました。まあね、ちょっと、まあ最後お話したいんですが、まあね、僕、毎回、必ず、動画の後に言っていますが、僕必ず、ね、皆さんのコメントは読ませていただいております。そのね、コメントで、まあ、前回のね、動画のコメントで、すごくね、いいことを書いてくれて、まあ、ハゲてないよとか、まあね、プレデターに似てないよとかね、言ってくれてね、すごく、まあ、励ましてもらい、まあ、ぐっすりね、夜寝れることができました。ですがです。ですが、まあね、まあ、必ずね、コメント欄に、まあ、面白いというかね、マニアックに、攻めてきてくれる人がいるなーって僕はね、いつも感心するんですが、まあ今回もね、一つね、気になるコメントがありまして、まあそれがですね、T はね、ハゲていませんよと。ですけど、まあね、HR ギガーにね、似ています。ね、髪型が似ています。っていう風にね、書いてる人がいたんですが、視聴者の皆様、お気づきになった人いますか？そうなんです。これ、まあちょっと見えるかわかんないんですけど、HR ギガー。これがですね、誰かというと、まあこの後ろを見たせた方が早いかな。じゃん。ね、エイリアン。まあ映画エイリアンのね、まあデザインをね、まあした有名な画家なんですが、まあね、彼のね、ね、この絵というか、まあデザインはね、各ね、漫画や、各ね、アニメ、まあ各いろんなところでね、インスパイアされ、とてもね、すごい。僕がね、尊敬する、正直、画家です。ね、ちゃんと、当時、5000円のね、金額を出して、僕は多分これ、高校生ぐらいだったかな、買った記憶があります。あなたは素晴らしい。僕のね、マニアックなところも、すべて分かっている、視聴者の皆様には、ね、ほんと深く感謝しています。これからもね、本当にこういう面白い、コメントやね、こういう人を考察してほしいというね、意見がありましたら、どんどん、コメント欄の方に書いてください。そしてね、今回のこの動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録をしてください。それではね、我々アナボリック総合研究所は、各ね、業界のね、有志を募って、まあ、ステロイドの正しい知識をね、視聴者の皆様に伝えるために結成された団体です。これからもね、面白い動画、皆様がね、期待に応えられる動画をね、これからも
アップしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。